逆にもうみんなキャラクター決めてキャラクター大喜利するってどうですか。そのキャラのボケしか言ったらあかんみたいな。あー、やってみましょうか。いい、ね、1問ぐらいあってもいいかもね。行きましょう。こんなラーメン屋は嫌だ。はい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 。いや、はい、女子っぽくせんで、ね。そこは女子っぽく、はい。はい。こんなラーメン屋は嫌だ。スープが熱いの。普通のことやないか。普通のことやないか、お前。はい、マサジ。え、マサジじゃあかんな。チンピラ。こんなラーメン屋は嫌だ。替え玉がピストルの玉。もうおーって書いてるやん。うまい。いいね。おやってる。はい、あつし。はい。あつし、女子。こんなラーメン屋は嫌だ。普通でも少し多い。食べきらへんのかい。おもろいな。おもろいな。食べきらへんのかお前。食えるやろ別に。はい。チンピラ。こんなラーメン屋は嫌だ。麺よりも人が伸びる。ボケやすそう、ボケやすそうやな、お前。なあ、うますぎるやろ、お前。なあ、何を自分の土俵に持ち込んどんねん、この大喜利。あ、はい、じゃあ、ベルバラ、こんなラーメン屋は嫌だ。はい、これは、生理抜けの家紋じゃないか。ナルトやそれ。アンドレ。はい。スーパースター。こんなラーメン屋は嫌だ。個室がない。ラーメン屋ないやろ。普通ないねん。ラーメンまで個室で食おうとすな。はい、チンピラ。こんなラーメン屋は嫌だ。バラバーバ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 バーンと夜泣きラーメンが来たら、みりんの屋台。チンピラな、二輪な、ごめん。いや、女子。女子、こんなラーメンは嫌だ。好きだった人が好きなラーメン。何それ。思い出に浸るな、それ。ラーメン屋。スーパースター、こんなラーメン屋は嫌だ。照明が俺を照らしきれていない。いや、照らしきらんないな。うーとこ照らさんでええやろ、別に。怒ってるなぁ。ああ、いい。スターが言いそうやね。うん。はい、アンドレ。こんなラーメン屋は嫌だ。馬車を前の道路に止めるので、警察が来たら教えてもらっていいだろうか。いや、中継みたいに。聞くな。聞くな。みたいなないから。バシャン、バシャで来るな、バシャで。はい、女子、はい、こんなラーメン屋は嫌だ。店に、店の BGM でアイクが流れてない。流れてなあかんのか。お前楽してんな、さっきから。なんかずっと楽してる、こいつ。楽して考えてるやんけ、お前。いや、女子めちゃくちゃ楽して、あの、MC すみません、楽してると思うんですけど、この人。楽はしてますね。楽してないでーす。アンドレ、こんなラーメン屋は嫌だ。はい。替え玉をする私を恥ずかしいと思うかい？いや、もういいよ。いや、それは。なんだよ。貴族はいっぱい食うたらあかん。貴族はいっぱい食うたらあかんのかい？自分で感じてるだけでしょ。オタクさん。はい、こんなラーメン屋は嫌だ。あの、箸ケースをがガンダムが入ってる。大喜びやろ、それ。ケースにガンダムあったら大喜びやな。ここに行ったの。誰かな？はい、はい、オタク。はい。こんなラーメン屋は嫌だ。ラーメン出すとき、ラーメン行きまーす。こう、ガンダムの流れ。いいね、いいね。いいじゃん。ガンダムの流れ、おい。ガンダムみたいに言うな。はい、はい、チンピラ。こんなラーメン屋は嫌だ。麺と俺、どっちの筋が通ってるかいの。いや、お前やろ、そら。お前の方が通ってるやろ、そら。
はい、そんなこと。はい、スーパースター、こんなラーメン屋は嫌だ。はい、え、口パクじゃ注文が通らない。いや、もう、口パクで何でもできてたんか、今まで。今まで口パクでいけてたんかい。スーパースターですからね。そうやな。あの、古谷のスーパースターって歌手なん？歌手。なんか言うや。錦野明みたいな感じ？なんか言うや。じゃあ、アンドレ。はい。こんなラーメン屋は嫌だ。ラーメン？いや、今日からこれは、ラーメンだ！いや、もう、貴族はそう言いそうやわ。お前の意見が通りそうやわ。通りそう、通りそう。はい、ロックスター。こんなラーメン屋は嫌だ。静かにしろ。俺が食べてる。音聞かれたないやろ。かっこいい。かっこいいな。うん、かっこいい。ラーメン食う音も聞かせたい。はい、じゃあオタク。はい。こんなラーメン屋は嫌だ。ラーメン出すとき、チャーシューメーン。ちょっと待って、それ、ちょっと待って。それ何？昔のゴルフの漫画、それ。あ、そうそうそう。ゴルフ元気になるやろ？はい。ラーメンなんやろ？チャーシュー麺じゃないやろ？あー、なるほど。はい、おはよう。反応小説家、こんなラーメン屋は嫌だ。女体の乳房の間を通る麺をすする。いや、いいよ。うん、いいよ。お前考えてそうやもん、いつもそういうこと。お前。めっちゃいいよ。うん、なんかもう水を得た魚みたいになってんで、今。おもろいな。はい、スーパースター。はい。はい、こんなラーメン屋は嫌だ。俺が入ってきたというのに、歓声が上がらない。いや、ラーメン屋や、言うてんの。ラーメン屋でいらんやろ、歓声。面白い。はい、官能小説家、こんなラーメン屋は嫌だ。丼の、ブラジャーをつけた天使がラーメンを作る。はい、やばい。やばい、やばい。はい、やばい。お前それ、お前にとってそれ、官能的なチンピラ、こんなラーメン屋は嫌だ。刃物？ありませんね。なんで、なんでお前が。なんで言いたかった？店の人になってない？いや、なんで言いたかったの？お客で言ってんの、それは。お客やろ？お客やろ？お客って どういう意味？だハロー、どういう意味？店員に聞かれるの？店員に聞かれる。あの、警察に聞かれた時の感じと、ちょっと。ああ、なるほど。どうかみたいな。アンドレ、こんなラーメン屋は嫌だ。チャーハンにレンゲがつかないとなると、ラーメンについてるレンゲで私はチャーハンを食べないといけないのかい？むずい、むずい。なんかもう説明文、説明文みたいになってるけど。おいなぁ、おもろいっすね。やっぱ相変わらずおもろいなぁ。あ、面白い。はい。むずい。はい、井上陽水。こんなラーメン屋は嫌だ。かえ、玉木浩二。え？あ、替え玉な？玉木浩二。玉木浴出てくる。替え玉頼んだ玉木浩二。あの、玉木浩二と CD 出してます。それは知らんかったけど。めっちゃおもろいけど、出し方下手くそやな。いやいや、もっと教えて、おい、もっと教えて。面白い、面白い。はい、じゃあ、官能小説家。はい。こんなラーメン屋は嫌だ。のれんが。を広げたところから入る。めちゃめちゃおもろいやん。めっちゃおもろい。さっきと全然ちゃうやん。大手るやん。大手る。全部おもろいやん、お前。おもろいな。おもろいし。こうなってちゃんとできてるし。お前、こうなってきたら観音小説書いたら売れんちゃうか。
いや、ほんまやな。ラスト、スーパースター。こんなラーメン屋も偉い、はい。俺の席がせり上がらない。めっちゃ考えた、めっちゃ考えた。うん、めっちゃ考えました。ステージちゃう、ね、歌舞伎タイプのスター。梅沢富美男タイプ。で、大家、もう一回だけ、もう一回観音のやつ、はい、ちょうだい。そうやな。うわ、早っ、はい。早いな。はい、じゃあ観音小説家。こんなラーメン屋は嫌だ。あの、お冷やが乳房から出てきました。言い方、言い方なんだ。めちゃめちゃおもろい。めちゃめちゃおもろい。おもろいな。おもろいな。ちょっともう一個ちょうだい。おや、もう一個ちょうだい。いや、もう出んやろ。もう出んやろ。いや、もう。3秒で考えた。3秒で考えた答えくれ。もう出んやろ。もう出んと思うけど。3秒で考えた答え。今思いついた答え。今思いついた答えくれ。もうないか。はい、じゃあ、観音小説家。もう無理か。こんなラーメン屋は嫌だ。麺が、体を縛る紐。それは、それは分からんやん。その、紐も。紐や。紐や、それは。縛るため専用のものじゃないから。面白いやん。すごい、もうサクサク出たやん。